はい、皆様こんばんは。三浦みゆきコンサーティーナの時間になりました。ですね、この頃、まあね、暑い中ですね、こう日々ちょっと考えることがあってね、まあよくね、断捨離しましたからこれ出しますとかね、よくありますよね。今ネットで買い物ができるようなところにね、あれもその一環だと思うんですけれども、まあ、シンプルイズベストですね。こうなんて言うんだろう、必要のないものを持つ必要はまずないですけれども、こうなんていうのかな、物の問題ではなくてね、人生そのものをですね、なるべくシンプルイズベストにした方がいいなと思うようになったんですね。どうしてそういうふうに思うわけだ、昔からそうは思ってたんですけれども、いや昔からそうなっているんですけど、結果的にね、私がシンプルでないのは持ち物だけで、生き様は実にシンプルですよ、きっと。あんまりいろんなことをしないタイプの人なので。そうなんですけどもね、例えば色、私ね、黒い服を着ることが多いんですね。それでまあたまにどうしても色が着たくなるので、とんでもない原色をいくつか持ってますよ。赤いワンピースとか持ってますけど、ピンクのワンピースも持ってるんですよ。でもそれは全体の中の一つか二つで、大概はほぼ黒ですね。和柄っていうのかな、和服の木、柄で作ったものに関しても、なる黒の襟とかね、喪服なんかをね、こう母のものですけどもね、カットしてワンピースにしたりなんかしてるんですけどね。そう、色に関してもそうなんですね。でもそれによってなんかこう安心とこう安定を得てるっていうのかな、不思議なこう安堵感があってね、考えることがなくて楽だっていうね、いうのもあるんですけれども、そういう手もあるよねっていうね、そういう意味では、あ、そうか、こういうシンプルイズベストもあったんだなってちょっと思いながらね、同じ黒でもね違うんですよ、その材質によってね。まあ、涼しいのもあれば、もちろん T シャツもありますしね。もちろん T シャツの真ん中にゴブリンがいたりしますけども、でも黒は黒ですからね、っていうふうに思えば、またこれまた楽しいなんですね。そういう感じであります。はい、でも今日も30分間お楽しみに。はい、改めまして三浦由紀です。先ほど黒のお話をしましたけれども、まあ音もそうですね、シンプルイズベストのがいいですよ。まあ特にコンサーティーナの音っていうのはことさら思うんだけど、本当にストイックなくらいシンプルな音ですからね。まあだからといってシンプル単純ではなくってね、まあそれに投じるエネルギーであるっていうね、あまり散漫にならないようにしてるってだけのことですけどもね。まあ私が音に対してシンプルイズベストって思うっていうことは、即イコール私の生活であって、イコール人生であるっていうような部分があるんですけどもね。なんて言うんだろう、こうカテッとしてっていうか、生き様として音は扱いたいので、慣れた音っていうのかな、こう習慣から来る音みたいなのをね、出したくないんですよね。まあ複雑なところなんですけどもね、こう商品価値はもちろん高くなくてはいけないんだけれども、こう同じものを何度も提供できるっていうことを目的としたい音を出したいんですね。つまり雨の日と晴れの日と音は違うかもしれないとか、今日は嬉しかっただから嬉しい音の演奏になったかもしれないとね、今日はすごく辛い日だったので辛い感覚の音が出たかもしれないっていう、そういうコースを選びたいんですね。それで悪いってことは絶対ないんですね。なんでかというと、大概のプロはですね、同じ曲を何度も演奏するんですね。毎回どこに行っても同じような演奏を好む聴衆がいるでしょうか。やっぱりそれはちょっと違うと思うんですね。私だったらね、
そうは思わないんですよ。昔ね、私が大学生の頃にあるピアニストが来日するんだけども、その方はとってもねナイーブな方で、外人です、イギリス人の男性だったんですけども、なんかねものすごく上手、プロですよ完全に。なのにね、間違っちゃったりしちゃって止まっちゃったりするんですね。でも誰よりも印象深くって、すっごくいい時はね、もう本当キラッキラ、もう本当にこの人以外はないってほどの演奏をなさる方なんですよ。で、別に間違えてどうってことはね、ない。何の記憶もない、記憶に残るんだけども、それが悪い意味で残ってないんですね。それはなんかこう、向こうにその方の人間味っていうのかな、なんかそれが見えてるからだと思うんですよね。反して完璧に弾くからいいって問題でもないよねっていうのもあってね、味わいっていうのは難しいところのゾーンにこう入るギリギリのところにあるんだなっていうのをね、もう昔からそれは感じてましたので、なるほどと思って。やっぱりね、アートは人間のなせる技ですからね。あの CD を何度も聞くっていうのはそれはそれでよろしいですよ。 CD は CDね、まあ、YouTube は YouTube と、あの音源は音源なんですからね。でも、こと生に関してはですね、そういう楽しみ方ではなく、やっぱりこう例えばダンスをねこう なさるグループの方が途中でおっとっとっとこう転んじゃったりするじゃないですか。あれをもねファンはもしかして肯定的ですよね。それをこう身近で行われたハプニングと捉えずに、こうライブ感覚なんですよやっぱり。それはそれで大丈夫だったかなってこうあの心配したりするのも一つのそのファン心だと思うしね。だからちょっと何言ってるかよく分からなかったけども、そういうねこう生をね大切にしたいね。今日の自分っていうのをね、金太郎飴っていつも言うんだけども、今日の自分でいつも言いたいなって思ったりしてますね。はい、じゃあ今日の自分じゃない CD を聴いていただきましょう。イングリッシュコンサーティーナファンタジーからブルーインフィニティ。
イングリッシュコンサティナファンタジーからブルーインフィニティ、青の無限でした。流暢に音を出す楽器ってのがあるんですね。例えばバイオリンとかね、アコーディオンもそうだと思います。フルートなんかもそうなんだけども、あれはまだ息をこう使ってますので、こう制限がありますよね。単音しか出ないしね。ピアノの人でもジャズなんかだと、まあジャズだけどね、結構ストイックだからまた別として、なんかねこう常に音が鳴っている感じにアレンジしてしまうっていう傾向があるんですね。まあクラシックだとねないんですよ。まあないっていうか、譜面通りっていう中の奥深い世界に入っていくのでね、それ作家がいますからね。もちろんそのアコーディオンとかね、他のものにもあるんだけども、作家はいるんだけどね。でもそれをこう個人的にアレンジして弾いたりするときにですね、こうそっからがねセンスの問題だと思うんですね。焼き物でもロサンジみたいなのがあるじゃないですか。こうパッとで隅っこにピッとなんかあるだけでね、もう絵になってしまうっていうね、あっちの路線を狙いたいなって本当は思っているんですけどね。全部を音で埋めたくないよねっていう。でもね、不安だから埋めたくなったりとかね、こういろいろするんだろうなって思ったりしてしまうんですよね。まあ好みの問題だと思うんですけどもね、難しいですね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。音にも佇まいってものがあるんですね。私なんかもね、こう目標としてますよ。素敵な佇まいでいたいなっていうね、歩く姿は百合の花じゃないけどもね、あるんですよ。まあ品の良さっていうふうに言うっていう言葉はあまり好きではないんだけども、このね質の良さっていうのはね、やっぱり重要だと思いますね。テクニックっていうかな、その例えば声がいいとかね、いいとか悪いとか、それから歌い方がうまいとか下手とか、いろいろあると思うんですけども、どうなんだろう。声はしゃがれ声でもいい場合はありますよ。全然問題ないんですよ。それが声の質として悪いっていうことがあるかどうかっていうのはまた別の問題ですね。まあそのどんな歌を歌うかによって変わってくるかもしれないけれども、今の音楽として考えたらば、まあ、何の問題もないんですね。潰れた声でも何の問題もない。先ほど私が思っていた通り、そのよっぽど人間の方が重要な問題ですからね。でもその何て言うんだろう、こうそれらがバランスよく、心地よく収まってそこにいるっていうね、音がね並んでいて、それを人間がそれを奏でているって状況っていうのをね作るのはね、これはもしかしてね才能かなってか本能かなって思ったりするところがありますよね。それはその人ならではの持っているものではないかと思うんですね。それでないっていう人はいないと思うんですよ。必ずなんかあるんですね。ただそれをこう見つけるのに、鉱山の中でダイヤモンド見つけるみたいなもので、結構ねどこにそのね、そのコアな自分がね本当にいるのかっていうのをね探すのがね、大変な人と大変じゃない人といるような気がします。強いて言えば、あの人才能あるよねっていうふうに言われるタイプの人は、割と近くにねそのダイヤモンドの鉱石があったタイプの人であって、それだけのことです。そうじゃない人はもっともっと掘り進んで奥の奥まで行く時間が必要なだけのことだと私は思ってます。どちらにしろ掘り当てたものが、いろんなものが出てくるわけですよ。それをしっかり見定める必要がありますよね。例えば高い音しか出ないとか、低い声がよく出るとか、声だったらね、それから踊れないとかね、私は運動神経が悪いとかね、あれ踊れるけども歌えないとかね、あるいは指はよく動くけども動くのだけが好きだったとかね、それからすごく
エレジーだったとかね、セクシーだったとかね、いろんなことをね、自分ではっきり見定めなきゃいけないですね。それにふさわしく、美しい佇まいで、そこにスッと立つっていうね。ああ、今いいこと全部言ったけども、それ実行するのは大騒ぎですよね。でもそれが目標なんですよ、実は言うと私のね。で、何十年経っても見つからない場合もあるけども、そろそろ見つけ始めたかなっていう感じはありますね。前から分かっていたことを確認してるってこともあるかもしれないけども、それをこうちゃんと形にしたいなっていうふうに思うようになったかなって思うようになるんですね。できないことは無理してやってもできませんからね、そう思いますよ。例えば算数国語理科社会、どんなにやれって言われても苦手なことはちっともうまくない、勉強しても覚えないと思いますよ。でもね、好きなことは簡単にうまくなると思うんですね。それと同じことですよ皆様。無駄なことはしない方がよろしいですね。無駄なことって言っちゃいけないけどね、やっぱり自分の特性を見定めるべきだと思うんですね。私に対して言ってますそれは。はい、では2曲目を参りましょう。アルマンダインからレッドアンタレス。
アルマンダインからレッドアンタレスでした。2番目の曲ですね。私の一番大好きな曲です。自分の言葉を喋れるっていうかね、まあオリジナルの曲っていうのはそういう良さはありますよね。でも例えば人の曲を借りて自分を表現したとしても、まあ、自分 の, 身の丈に合ったものを選ぶっていうかね、自分の言葉をよく喋れる曲を選んでるっていう意味ではもう同じなんですけどもね。でもこう何度弾いてもその時 の, 自分をそこに投影できるようなっていう、簡単にできるっていう意味ではね、非常にオリジナル曲の価値っていうのはやっぱり高いなって思いますけどもね。でも自分にとって高くてもね、皆様にとってね聞きやすい曲であることがどうかっていうのはちょっとまあね疑問ですので、ちょっと考えたいと思いますけどね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。YouTube とかたくさんありますよね。あれをね聞く側の立場じゃなくてね、YouTube を提供する側の立場になったと考えてみたときにですね、先ほど言いましたね、大好きな自分がそこで発見できた方々の問題なんですよ。そこに表現したいって思われる気持ちになって、まあ消しの勢いで、特に音の場合なんかはね表現なさるわけですよ。それでいいと思うんですね。C といえばプロとアマの違いっていうのはね確かにあるかもしれないけども、まあそれはさておきですね。人間がする喜びの中にね、放出の喜びっていうのがあるっていうんですね。放出、涙を流す、それからまあ表現するっていうのもね放出ですよ。もちろんそのスカートロで申し訳ないけども、排泄する喜びとかね、こう笑う喜びとかね、全部自分からこう外に出すっていうね喜びっていうのはこの上もない喜びであるってよく言うんですね。わかります。その中の最も強烈なものが表現する喜びだと私は思ってますので、それが満たされるならばこんなに幸せなことはないと思うんですね。ただ私たちはそれを生業とするわけだから、まあただ放出したものに良かったというだけではね、決着がつかないってね、責任を持たなくてはいけないものを感じているものがありますので、いろいろねぐにゃぐにゃとうんちくを傾けておりますけれども、でもまあ結果的にはそういうことなんですよね。だからいいツールなんだなって、みんなのためにねとってもいいツールだなと思いますよ。まあ聞いて喜ぶもいいけども、その YouTube で演奏して放出する喜びとして考えればね、こんなにね喜ばしいことはないかもしれないって逆に思うんですね。反対のことを言いますけども、反対の立場でよく意外と考えてないことがこの頃あるなと思ったりしますけどもね。面白いね、今ねいろいろありますからね。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたしました。